はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、契約不適合責任の2つ目、代金減額請求について解説いたします。ちょっと文字が多いので、どういった構造になっているかを先にお伝えします。まず原則は1番とこの2番、ここですね、この上2つ、これが原則になってきて、例外がこの1番と下の2番、こことここがセットで例外です。なんで原則が上2つ、例外が1番目とこの3番目ですね、2つ目の2番、ここ、これが例外になってきます。で、一番最後が、まあ、そもそも減額請求ができない場合といった内容になります。なんで一つ一ついきます。まず原則のところですね。どういった場合に代金減額請求ができるかというと、まず引き渡した目的物の種類、品質、数量が契約不適合だった。で、かつ買い主が相当期間を定めて追加の催告をした。で、この催告をしたにもかかわらず相当期間内に追加がない。こういった場合に代金減額請求ができるという話です。例えば、ビール100本1万円で売買する契約を締結しました。で、実際に買い主に引き渡されたビールの本数は20本不足していて80本しかなかった。この場合、引き渡した目的物の数量について契約不適合があったってことになりますよね。で、その後、買い主が売り主に対して、例えば1週間以内に履行の催告、不足分の20本を引き渡してくださいっていうふうに追加の催告をしました。追加っていうのは契約の内容を完璧に履行してくださいよって話です。今回契約の内容は100本引き渡すっていう話だから、100本すべて引き渡してください。つまり、不足分の20本ですね。もう80本はもらっているわけだから、残り20本不足分をちゃんと引き渡してくださいって催告しました。にもかかわらず、まあ、1週間以内、まあ、先ほど相当期間は1週間って決めたので、まあ、1週間以内にその20本の引き渡しがない。こういった場合、代金減額請求ができますよ。っていうのが原則です。つまり原則は、追加の催告を事前に行うってことをやってくださいねって話なんですよ。言い換えると、いきなりこの催告をせずに、減額してくれっていうのはこれできませんよっていう話です。じゃあ具体的にどれだけ減額請求できるかっていうと、不適合の程度に応じて減額請求ができるんですね。つまり今回の場合で言うと、100本1万円で売買契約をしているので、これ1本あたり100円なんですよね。で、今回20本不足していたということだから、20本引き渡せない場合は、20本分の2000円、これを減額請求することができます。この2000円っていうのは不適合の程度に応じた額ですよね。まあ、こういったイメージです。で、もう一つ具体例出します。時計の売買契約、腕時計の売買契約をして、その腕時計、まあ、電池を入れて、まあ、動く状態で売却するよっていう契約をした。でも引き渡された時計、電池切れだったといった場合です。この場合契約不適合ですよね。これは品質について契約不適合があったということです。契約ではちゃんと電池切れじゃない動く時計を契約したわけだから、動かない場合はこれ品質に問題があるわけですよね。品質に契約不適合があったということです。なのでまず初めに買い主は、例えば、まあ、相当期間っていうのは、まあ、その内容によるんですけども、電池交換ぐらいであれば、まあ、1週間以内にできると思うので、まあ、1週間以内にって定めて、電池交換してくださいと催告をしました。でも売り主はその期間内に電池交換してくれない、まあ、つまり履行の追加がない、まあ、こういった場合代金減額請求ができるんですけども、じゃあ電池交換する、電池切れで電池交換するための費用ってどれくらいかかるかって言ったら、まあ1000円程度が妥当かなと思います。なので、まあ、1000円ぐらい代金減額請求することができますよと、まあ、いった内容です。で、ここまでが原則になります。原則では、代金減額請求をする前に、相当期間を定めて、追加の催告をしてくださいっていうルールなんですよ。で、例外があって、それは、催告なく、代金減額請求ができる場合があります。それはどういった場合かっていうと、追加が不可能な場合。これが一つ目です。で、二つ目が、追加を拒絶する明確な意思表示を売り主がした場合。で、三つ目が特定の日時、
期間内に履行しないと目的達成ができないにもかかわらず追加がなかった、そしてこの上記の特定の日時とか期間これを経過してしまった場合で、4つ目が催告しても履行の追加を受ける見込みがない場合、こういった場合は、まあ、催告してももう意味がないので催告なく減額請求ができますよと、まあ、いった内容です。じゃあまず一番の具体例で言うと、例えばこのビール100本売ったけども、このビールがもう製造されていない廃盤となったものだったと仮定します。で、もう現在あるものが80本しかなくてもう20本不足していて、もうこれは作ることできない、そういった場合も追加することできないですよね。残り20本引き渡すってことできませんので、もうそういった場合は催告しても意味がないから、もう2000円分減額請求すぐにできるんだよと、催告なく直ちに減額請求できるよという内容です。で、二つ目が追加を拒絶する明確な意思表示をした、まあ、これは売り主がもう追加しませんっていうふうにもう拒絶していると、まあ、そういった場合もう催告しても意味がないので、もう直ちに減額請求できますよと。で、3番目、特定の日時期間内に履行しないと目的達成ができない、これどういった場合かっていうと、例えば結婚式とかです。結婚式の時の、例えば料理の一部を出すことができなかった、で結果的にその結婚式の間に新しい料理、別の料理、大体代わりとなる料理を出してくれなかった、まあ、こういった場合ですね、まあ、こういった場合はこの3番に当たるわけだから、もう催告しても意味ないんですよね。後で出されても意味がないですよね。結婚式すでに終わっちゃってるわけだから、だからその部分減額してくださいねみたいな感じで請求することができるということです。で、4番目ですね、催告しても履行の追加を受ける見込みがない。で、4番がちょっと具体例がちょっと考えづらいんですね。なので、まあこれはもうそのまま覚えていただければと思います。あんまりここが出てくるっていうのはないかなと思います。出てくるのであれば3番とか1番とか、この辺ですね。この辺出てきそうですね。その次が2番ですね。まあ、4番はあまり出てこないんじゃないのかなと思います。なので、まあ、1、2、3あたりを頭に入れておけば試験対策にはなりますので、1、2、3ぐらいは頭に入れておきましょう。で、続いてですね。この原則、例外、これどちらにも当てはまるんですけども、そもそもこの契約不適合っていうのが、飼い主の責めに帰すべき事由による場合、つまり飼い主が原因で契約不適合になった場合、この場合はこれ飼い主が悪いわけだから減額請求はできませんよっていう話です。これは契約不適合責任の一番最初、追加請求権の部分でもお伝えした内容と一緒です。この契約不適合が飼い主の責めに帰すべき事由、飼い主が原因で契約不適合になったのであれば減額請求できないし、また追加請求もできませんよっていう内容ですね。まあ、ここは一緒に覚えていただくといいんじゃないのかなと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。